かったことを証明するためではないかというふうに見ています。なんかさね、やることいちいちこれが本当にアリバイ工作だとすると極めてそのなんかこずるいとか小賢しい部分と、それから信じられないようにある意味間抜けてるような行動もするわけじゃないですか。もちろん緻密なところに泣いたんだと思うがね、混在してて、で全体を一人で芝居を演出して一人芝居やってるみたいな動きもありますよね。でこういうあの状況に置かれた時に男ってやっぱりもう恐怖心でやはりそういうなりになってしまうものなんですかね。中学1年生の間まで小学生だし無邪気な感じの子さんでしょ。そうするとね、口車っていうか口でうまく騙されたりなんか言われてなってる可能性ありますね。なんかいつか指摘してましたけど、子供だからね、眠いし、お腹もされたし、まあそうですね、でもまあ車から出されないということは、そうやってね、トイレとかいろんなことも、そうでしょうね、ね、その場に表現されるとか、本当に、もう痛たまりませんか。非常に足取りが分かってきている中、4回目にしようません。